こんばんは。こんばんは。ヤッフーン、こんばんは。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 あの調子のケースありがとうございます。かんちゃん、シフドクさん、こださん。のみさん、うしさん、こんばんは。はい、みなさんこんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは。大人っぽい髪型。いや、これはね、つける予定はなかったんですけど、ちょっと直前になって、あ、かわいいなと思ってやっぱつけてみました。ついにギャラで見習わなきゃいけないのか。いや、まあ見習うというか、のんちゃんがギャルになったらどうなるんだろうっていうのを今日は検証してみたいと思います。いや、ギャルになっちゃうの違いますよ。あの将来的にギャルになるってわけじゃなくて、今日一日ちょっとめっちゃすごいメイクをして、メイクと髪型をしてギャルになってみて、ギャルのどうですかっていう感じですね。なんちゃが一応可愛い、ありがとうございます。ウィッグじゃないですよ、染める染めるっていうか、そうですね。こんばんは、なんちゃ。こんばんは。そう、なんかこの前ギャラ姉にメイクしてもらった時とは違って、のんちゃん一人このメイクとか髪の結びもめっちゃ不得意なのんちゃん、ただ一人だけでやったらのんちゃんはどんなギャルになるのかっていうのをね。そう、今日一日だけですよ。毎日のんちゃんソロでギャル化です。顔は黒くてそこまで本格的じゃ、うん、世界の終わりだ。こんばんは。ギャルに目覚めない。多分絶対目覚めないんで大丈夫です。ギャルには多分絶対目覚めないので大丈夫。大丈夫。変わった T シャツの模様ですか？普通にこれドット柄なんですけど。普通にこれ。ギャルの。うん、目覚めたりはしないで大丈夫です。マサさん、はじめまして。見に来てくださりありがとうございます。もしよろしければフォローも嬉しいです。フォローお願いします。こんばんは。ギャルのならないで大丈夫です。天使っぽくにギャルならいい。お、天使っぽくにギャルなら、見てください今日これカルピスに見えるじゃん、見えるじゃん、これコーラスウォーターです。コーラスウォーターも美味しいですね。コーラスウォーターも美味しいな。なんちゃんギャルになったらおじえしちゃう、やめてやめてください、それだけは。大丈夫です、出てギャルになんないから。見えるじゃん。めっちゃこの今日、初めはめっちゃ青春じゃないですか。今日言えて今めっちゃ青春じゃないですか。このここになんかハードのピンとかつけちゃって、清楚だと清掃っぽいじゃないですか。これがどう変化するのか。でさっきね、写真もこの清掃のんちゃんの写真も撮ったので、じゃあちょっとここからどう、みゆみゆがやめてって言って、嘘、みゆみゆ、あ、そう、さっきみゆみゆあれしてましたね、あのショールームしてま、今もしてますよね、見てました。喋りがすでにギャル化になっちゃった。清掃がのんちゃん、清掃なんからギャルのね。
日本からギャルのやっぱギャル耳諦めてくれ今回は。ちょっと耳がテンションまでいてて諦めてくれ今回は。耳手を引いてくれ。鼻からのではうわ無茶ぶりきたうわ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 ビフォーソン手間くらなっちゃんが大好きなドゥルルンドゥルルルン。これ歌ってる時は結構愉快になりますか。これギャル妹のんちゃんギャルなんか昨日再販取ってしまった。ありがとうございます。嬉しいで大丈夫ですよ。今日一日だけなんで多分その時は多分清楚だと思う多分うん。ギャル化する新たん日記ギャルの見に来ました。ありがとうございます。たけしくんさんのんちゃんやっほーやっほやっほやっほギャル推し違うギャル推したちの人がっつりつかもんがっつりどののんちゃんでも好き多分今日なんか学校でプール掃除があったんですよ。そうちょっとワルノンの話をするんですけどプール掃除があってからまあプール掃除ってなんかそう、まあ、暑かったんですけどそれなんかたわしでこするんですよね。こうやってたわしっていうかなんていうの長いたわしみたいなので床をこするんですよ。こすっててそれでなんかおじいちゃんがいたんですね。おじいちゃんっていうおじいちゃんなんですけどあの学校の先生とは何も関係ないなんか業務員さんというかそういうおじいちゃんがなんか水のファーってやつやったんですけどなんかファーってなんかなんて言うんだろうファーっていくやつなんて言うんだろうシュワーってなるやつをこうやってやってて楽しそうだなと思ってでもなんか機械っぽくてなんか絶対やっちゃいけないだろうなと思ったんですけどちょっと言ってみたんです。おじいちゃんそれやらせてって言ったら「あいいよ」って普通に言ってくるだけあの歌唱で「ふー」ってやってたら先生に「死んだにそれ貸しなさい」怒られました。そうなんか「ふー」ってあの暴れてたら「死んだにそれ貸しなさい」って言われて。うん、ちょっと怒られました。でワルノンじゃないですか。でもなんかそうですね。でもおじいちゃんがいいって言ったからね。そうなんかおじいちゃんもさあダメだよって言うかと思ったあいいよってすぐしれっとかしてくれて おいいんだみたいなおいいんだと思ってそうって言ったらそうですね、先生に口答えはもちろんなんですけどそう、おじいちゃん先生に取られたって言ったらそうじゃねえって言ってました。新谷呼び新谷だけねみんなのんちゃんと言わんけねうん。分かられて分かるナビさんタカありがとうございます。やんちゃ自分がなんちゃの先生何でもさせてあげるシンタにギャルはやめやでちょっとそろそろギャル化していきたいと思います。イエーイギャル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 計画始めます。そうこれはねのんちゃんギャル計画ギャルかのあかのんちゃん
ん改造ギャル計画ですから、のんちゃん改造ギャル計画、イエーイ。ちょっとこのかわいいかわいい清楚なピンはギャルギャルのみってで、とりあえずですね、最初髪から染めていきたいと思います。はい、今回染めるのは1日で落とせる、この今日何色に染めるかというと、なんとピンクです。ピンクでございますピンクでそう、ちょっと挑戦していきたいと思います。ピンク似合うかなと思ってピンクでいくぞ。おピンクのんですよ。ちょっとこれでなんか俺様の魔法をこっそり教えるぜってやつですキャンディーピンク、ヘアカラートリートメント、シャン、じゃあいきますよ。シャンプー後じゃないんですけど、しっかり水気を拭き取り、水気はもうないんですけどね、髪全体にたっぷり塗る、掃印、目の洗いブラシを取ります。目の洗いブラシでなじませ、そう、これ5分待ったんといけんが、その5分の間にメイクをしようかなと思っております。5分待ってからしっかり流せば、流すんこれ待ってこれ流すって書いてあるね流せんじゃん普通に考えてまあいっかこれ流すらしいですね。ちょっと流せないですねこれどうしたらいい？それはそれどうしますかね、どうしたらいいんだろう。まあとりあえず置いとく、どうしましょう。はい、3回連続ということは、多分誰かに悪口を言われてるんだな、これはもしかして。誰だ悪口言ってるやつ。下調べ不足でしたね。ちょっとどうしよう。でもつけちゃうこれ。だってな、流さ、どんな感じなんですかね。あ、普通にトリートメントなんか。あ、なるほど。ガチのやつなんですね。なるほどね。どうしよう。誰かお水を持ってきてくださいそう、黒髪ギャルでいこう。そうですね、黒髪ギャルでいきたいと思います絶対ギャルになんないじゃんもうもうそうですね頑張ります。どうしようかな。じゃあギャルメイクをしていっても、なんかギャルメイクの仕方が分かんないんですよね。ギャルメイクの仕方がそうしそう、しょっぱなからくじけるギャル配信とりあえずですね、じゃあ目を頑張ってギャルにしていきますね。目を頑張ってアイラインは濃く、わかりました、アイラインは濃くね。そうじゃね、アイラインじゃ二刀流でいきますか。この茶色と茶色の二刀流、ここに鏡があるんでね。よし、待って、その前にですね、のんちゃんあんまメイクをやらないからよくわかんない、どうしようつり目な感じ、そんなプロっぽいことできない、そんなプロっぽいことはちょっと、とりあえずこのここにじゃあピンクを塗っていきますここにまずピンクを塗っていきますね。そうですね、ここにまず真っ黒いのを塗っていきますね。ここに
ちょっとこのあれを強く強くちょっと見せていきたいので、あれれれれ多分ね、なんかミムコメントしてる、嘘、コメントしてる、ミュ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 のちゃんギャルになってくる、ミュ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 がミュミュ前八のお家にいる、ミュ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 ヤッホー、こう行き当たりばったりかもしれない、そうミュミュ、皆様が心配になって見に来た、嘘、ありがとうございます、ちょっとどうぞ失敗しないで大丈夫です、ちょっとのんちゃんはのんじゃないとギャルはちょっとあれだして、僕ショールームってあんまりなんかねメイク濃くてもねよくわかんないんですよ、メイクをしとるって感じがわかんないらしいので、ちょっとめっちゃ濃くしないとわかんないんですよね、だからめっちゃ濃く今からピンクを塗っていきます、なんじゃ身近にいるギャルを思い出せるそうですね、おおピンクだ、あちょっとここら辺にもちょっと出ていくか、おお分かりますか、あんま分かんない、あんま分かんないですね、結構分かるんですよ、かわやさんハートありがとうございます、そんなにわかんない、おお。まあちょっとよくわかんないかちょっとわかんなかった、アイライナーを長く釣り目な感じで描いていけると思います、あ、ケイさんまさしさんハートとバラありがとうございます、まだいつもののんちゃん、そうですね、うん、じゃアイラインね吹くのだけはうまいんですよね、そうなんだって器用、そうこれね生でいたら結構ピンク目がすごい、おおどうですか釣り目でどうやってやるんだろう、こうやってピーンってやればいいか、ピーン、見てくださいどうですかよしよしよし、普通に可愛い、嘘メイクというのもあ、まつげのボリューム、そうなんと今日はつけまつげをします、つけまつげ、そうつけまつげはねあんましたことなくて、でも小学校の頃にダンスを習ってて、その発表会の時にすごい厚化粧をしないといけないんですよね、その時につけまつげてました、それ以来つけてなかったんですけど、よしよし、ピン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 、ドッチ系ギャル、ギャル、あっさ小学校の時にギャル妹をやったそう、
お顔屋さん横道に添えた男さんハートありがとうございます。じゃあもう一回アイライナーこのこっちの黒っぽい茶色でまた描いていきたいと思います。小学校の時はあれですね、あの やばいお母さんにつけまつげつけてもらってたんで自分でつけるの初めてなんですよ。よし、ちょっと濃くなったくない？ちょっと結構濃くなったんですけど、つむじそう、じゃああれ入れてますか、石灰ライン、石灰ライン、石灰ラインなんかねみんなよく入れとんだけど、でものんちゃんあれなんですけどね、あれもともと目が近いもっと近くなっちゃう。まあいいか、ちょっと一回ちょっとあれ一回入れていなかったんですよね。あ無理だ入れ方がわかんない。よしまたほのたんに教えてもらおう。石灰ラインっていうのがそうですよ。 OK、 次はね涙袋、めっちゃでもねよくあれですね、ショールームだと結構これ普通に鏡で見たら結構濃いんですけどね、結構濃いんだけどな。なんちゃんメイク難しそう、難しいですよ。こうやって笑ってこうやって洗って、よし、よし、これでラメに、よし。なぜかにおい、その後今お絵かき中なんですけど、すごいなんかお絵かきっぽくなってきてるけど大丈夫かなこれ。ちょっとそれはまずいですかね。ちょっとお片付けも大事なんで、ちょっと一瞬お片付けして、雲に乗るかと思った何雲、とりあえず盛りまくるのがギャル、そうもう盛りまくりますね。もうほんとのんちゃんがもっとメイク道具全部使うぐらいの勢いでちょっと持っていきます。次にこのラメをですね、この涙袋にねめっちゃ散らしていく。よし、キラキラしてる、よし、めっちゃキラキラしました。よし、何ですか、わかります、わかるかな、見てください、この結構濃くないこれ。まだねつけまという手があります。まずつけまする前にまずちょっと地まつげをちょっと上げていきますね。これでなんか気合入ってるそう、これね結構上がるんですよ、これね結構変わるんですよ。おお上がった、よし、わかんないか、わかんないな。で地まつげにこれが一番大事ですね、これこのこれです、なんだっけ、
なんだっけな。あ、そうだ、眉毛してなかった。眉毛しなきゃ。眉毛眉毛。いや、眉毛も眉毛ね、人生で初めてしますね、ちょっと。でもまあこの際にちょっと眉毛もやっちゃおうっていうやつ。眉毛、眉毛どうやってやればいいんだろう。眉毛、眉毛初めてする。おお、めっちゃ濃くなった。めっちゃ濃くなった、やばい。めっちゃ濃い。ダメだ、これはちょっと。めっちゃ濃い。あ、でもいいか、意外といい感じ。やばいですね、これは。いや、でも行こう、これで、これで行っちゃおう。うん、別に、え、だってギャラね、眉毛濃いし。そう、ギャラねを見まみちゃんいつも見とる。こっちギャラしたらこんな薄いもんじゃ。すごいですね、眉毛ってこんなにつくんだ。めっちゃキリッとした感じになった。マロ感。マロ感が出とる。すげえ。そしてこれをやっていく。何事も挑戦ですね。男前になった。男前になった。どうしよう。まあ、いっか。別に。そうですよね、前だってギャルと眉毛太くない？太くないか。え、どうだ、逆にギャルって眉毛ないんだっけ。いっか。いっか。あのちゃんが吹っ切れた。うーん、でもよくない？別に。ちょっと濃いか。まあ、いっか。まあいいよ、見慣れてくるでしょ。で、これをやっていきます。お、濃いですね。こう、今真剣タイム、今真剣タイム。よし、向こみちさん、ありがとうございます。よし、あ、かわやさん、くま、ありがとうございます。アイメイクってなんだっけ、アイメイクってなんだっけ、アイラインはこれでしょ。アイメイク、アイメイク。ギャル目指したイケメンになった配信。それはやばい。うーん、どうですか、なんかお姉みたい。まあ、いっか。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、大空ハート、うごみちさん、コバありがとうございます。じゃあ最終兵器、こちら、ま、つけまをやっていきたいと思います。つけま、あ、アイラッシュって言うんだ、つけまって。つけま、つけま、アイラッシュの目尻側の根元をつまみ、ケースから静かに外します。アイラッシュは右目用、左用、左目用が決まってます。へえ、もう、あ、そういうことか。 R が右ですよね。目に馴染みやすくするためにアイラッシュを10回ほど曲げたり伸ばしたりします。あ、ちょっと一つずつやっていこう。硬すぎん、なんでこんな硬いん。え、わっ。で、なるほどね。
れでしょ、ハサミでカット目元に合わせて。とりあえずですね、とりあえず右からつけてみたいと思います。そっと取り外して、おお、すげえ、つけまくりそう、めっちゃ嬉しい。これはなんかね、なんか合うようになんかこうやって伸ばしたりとか、なんかちょっと馴染みやすくするらしい。でもいっか別に。でこれをこうつけるんですよね。え、どっち、つけまつ上ですか、それとも下ですか。ちょっと女性の方教えてください。ちょっと女性の方お願いします。つけまつ上ですか、それとも下ですかね。どっちにつけるんだろう。上じゃね、あ、じゃあ上でいきたいと思います。じゃあちょっと上で、下だったら結構やばいですよね。あ、ちょっとハサミよいしょ。両方下につく、上か。なんか自分の目に合うように調節するらしいんですけど、でもいけるな。顎かなって、このあぴったりだ、多分このサイズぴったりなんで、じゃあこの接着していきます。ドキドキする、怖っ。え、これつけるかな、のじゃうまく。どうしよう。でもね、意外となんて器用なんで多分つけれます。ほら、いい感じにつけれた。で、これをこっちが多分上で、ちょっと真剣に目をつむるんかな。怖い、どうしよう。無理だ、ちょっと待って。待って、あ、ついた、すげえ。なんか目がなんか、見てください。すげえよ。ほら。全然違う、こっちとこっちで。あー、すごい。バッサバサ。接着剤がついてる。ギャル化したぜ。これ一気にギャル化にします。ギャル化なる。
やばもう37分じゃん。やばいやばいやばい。すごい。はじめにしたらうまい。やった。めっちゃでもこれむずい。よし。のんちゃん。ちょっと長かったね、横幅が。でもあのちゃんね、結構目が近いんで、こっちをね、バサバサにした方がいいんですよね。よいしょ。ちょっと急いでやっていきたいと思います。つけまのプロになれるかもしれない、もしかしたら。ほらもう見て、もう接着の仕方からして、ちょっとさっきとは全然うまくなった。よし。なんかこの眉毛が濃いのも慣れてきた。もう眉毛が濃いのももう慣れてきたぞ。よし。あ、どうしよう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 。むずい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 。あ、こっちやる。きゃ。どうしたらいいこれ。こっちむずい。焦るな焦るな。ちょっと待って。冷静に冷静に。お、行きたっぽいぞ。めっちゃボリュームがすごい。よし、オッケー。面白いな、やっぱりなんかこの眉毛。よし。どうですか、やばくないかな。めっちゃバッサバサバッサバサになりましたね。バッサバサ、イエーイ。アジア系のハーフ感がすごい。嘘。じゃあちょっと最後に、最後じゃないわ、チーク。チーク、チーク。チークはね、ちょっとこういうのね。よし。髪の毛ね、巻きたいけどね。最後にこのギャラーデンとかが使用している。ちょっと口がね、結構大事だけど、口をめっちゃ濃く。もうじゃあ高いと言いましょう。 BNK に、 BNK ポテトさんにそう。最後に髪を仕上げていきたいと思います。髪はですね、こちらのギャルっぽいゴムでですね、リンゴヘアにしていきたいと思います。なんかよくギャルなんか上で結んでるじゃん、こうやってあれをしたいと思います。よし、いい感じ、ギャルっぽくなりました。よし、この
このギャルっぽい、ギャルっぽいですかこれ。ギャルっぽいぞ、この頂点につけるべく。ちょっと待ってくださいね。なんかつけまつげ変な感じがする。なんかすごい、なんかすごい、違和感がある。わあ、やば。よし。そう、ST はね、あんまつけまダメじゃけね。よし。で、リンゴヘアね、得意なんですよ。リンゴヘアは唯一得意なんですよね。したいから。こう。ちょっとこれで髪をピンクにしたかったんですけど、そう。これで髪をピンクにしたらもうギャルだったのにな。またちょっとリベンジしようかな、じゃあ。次は髪をピンクに。ピンクとか茶色とか金髪に。そう。うわあ、この毛たちが。よし、もうこれでほぼ完成です。あとこの頂点にこのハートちゃんをつければもうギャル化完成です。このハートをつけるのがすごい難しい。よし、オッケー、ギャル化完成です。どうですか、ギャル化完成。トゥルルトゥルルルトゥルトゥ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 。あんなに清楚だ、あんなに清楚ですっぴんだった新谷ののかが、トゥルルルつけ直し大変身。トゥルルン、トゥルトゥルン、トゥルトゥルルン、とてもギャルになった。トゥルトゥン。おけいさん、たかりでございます。どうですか。トゥルトゥン。つけまの威力がすごい。トゥルトゥン、トゥルトゥトゥン。トゥルントゥ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 。あ、いいですね。こう見たらなんか、眉毛もいい感じじゃん。なんかすごい目がつけましてるから結構すごい。ありよりのありですか。嘘、やったぜ、やったぜ。お、もうよ、いい感じの47分じゃん。ラメ効果いいですか。確かにラメ効果が。トゥルトゥルトゥルン。
goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. ちょっとですね、今何が起きたかを具体的に説明するとですね、今日の飲む予定だったコーラスウォーターというものが今の衝撃でですね、机全体にこぼれてしまいました。どうしよう、もう終わり際でいい感じに締めるとこだったのに、嘘でしょ。という時にこちらタオルがあります。ありがとうございます。とても準備がいいですね。とりあえずちょっとマイクを拭かないとやばい拭かないと。早くお掃除早く拭くこれはちょっと待ってくれ。やばいわあ、大惨事じゃん普通に。わ、おじパンが濡れちゃったぜ。でもよかった。まあね、こうやって拭けばもうなんともない。ほら、もう綺麗になった。もう綺麗になりましたよ。なんということでしょうか。あ、皆さんめっちゃギフトありがとうございます。リオさんハート、ももじさんハート、ありがとうございます。さっきまでビフォーアフターのテーマソングだってめっちゃ楽しかったのに、片付け配信になっちゃったぜ。お片付けしていいですか。ちょっとね、理由はですね、ショールームが終わって一人でお片付けするのがとてもめんどくさいから、その理由でちょっとテンション下がった。そう、この流れでちょっとお片付けしたいと思います。そう、なんかね、そうなんですよ。どうですか、みんちゃん、やっほー。ドゥルドゥルで、この鏡かわいい。見てこのハサミかわいい。これしたかったんですけどね、ちょっとできなかった。ドゥルドゥ、これなんだっけ。ちょっと待って。もちゃがめちゃくちゃ可愛い。嘘。こんなギャル。うわ、コタが来た。コタが今来たらやばい。コタが今来たらやばいでしょ。やばいでしょ。このドックスめっちゃ散らかってるのが。来られたらちょっとたまったもんじゃないぜ。めっちゃ可愛いからそのままダブルピースでスクショタイム希望。じゃあスクショタイムいきます。いきますね。ここで分ける。いきます、せーの、イエーイ。目がちょっと、あ、答え、あ、そうだ、今日か。コタさん、おいでコタ、コタおいで、コタ、コタくんおいで、コタくんね、コタくんね、ちょっとね、髪切ったんで、髪というか毛を切った。おいで、あー逃げちゃう。コタくんね、今日ね、ちょっと元気な日だな。さっきね、散歩行ってきたけ元気なんよね。おい捕まえたぜ。あー、ちょ待て、暴れないで。よし、見て、ギャルノンとコタ、かわいいね、ベタくん。ベタくんかわいいね。コタくんどう、のんちゃん。コタくんどう、のんちゃんどう、かわいいって。
おおおおごめんごめんごめん。そっか。お、52分じゃ。ビフォーアフターしたんですよね。あ、ちょっと今お片付けタイムじゃけさ、ちょっとお片付けタイムなんだ今。ハサミ危ないの、ここにあったら。よし、オッケー、オッケー、お片付け終わりました。お待たせしました。今日はギャルになりました。そう、あの配信の前に普通ののんちゃんの写真も撮ったので、ちょっとそちらの写真も、写真とそのギャルの写真を見比べてメール送りたいと思います。グレてないわ。どこにグレだって書いてあるんじゃ。海藤さん、はじめまして、見に来てくださりありがとうございます。もしよければフォローも嬉しいです。お願いします。そう、ちょっと今こんな姿だけど、いつもはこんなケバくないので。のんちゃんだったら何でも可愛い。ありがとうございます。あったあった、いやー、こうたくん、これはほら、これファンさんから、ファン様がくれたこの花を落としやがって、ほら、のんちゃん来ちゃったから最後にもう一回スクショお願い。最後にスクショをちょっと髪を直して、よし、イエーイ。あ、これね、背景誰もね触れてくれないけどね、これ背景ね変わった。うん、いや、でここポイントなんですよ、ハートの。でも結構スリメだ。計画成功じゃん。あと菊池さんの動画にできたいと思います。マサオさん、ありがとうございます。ライリーさん、ありがとうございます。渡辺さん、ありがとうございます。ウエジーさん、ありがとうございます。ニューさん、ありがとうございます。リオさん、ありがとうございます。あ、そっか、裏ピースか、ギャラ裏ピースか。イエーイ。なんかこういうことするんですよ。そう、ギャルね、そう、姉ちゃんね、ギャルはね、こいつね、うーんってするんや。そう、本当にするの、うーんって。ウェーイ、よし、もうこれも落とさんで、もうこなくね、来たけんね、いろいろとね、暴れるの。ほら、こたくんもね、髪切ったんよね。ルルルン、わわわ、よし、じゃあちょっともう56分で、やばいギフト読んでいきます。ギフト読んでいきたいと思います。大くんハート、ケイさんハート、ももじさんハート、横道さんハート、ハートハートハート、ケイさんハート、あ、ケイさんタコ、横道さんハート、大くんハート、アルドンさん野菜ペンギン、キさんタコ、まさげかいさんタコ、ももじさんタコ、今日はギャルタコですね。ももじさんいいね、キさんいいね、大くんハート、横道さんハート、ハートがたくさんありがとうございます。キさんタコタコタコ、ウッシーさんハート、モンタさんタコ、あ、タコ、デイくんハート、ウッシーさんいいね、カオヤさんいいね、カオヤさんアイス、デイくんハート、リオさんハート、ももちさんタコ、リオさんハート、ももちさんハート、ライリーさんバラバラ、サクティさんタコタコ2個、ももちさん野菜ペンギン、マサゲカイさんタコ、あ、KP ちょいギャルのさんハートです。ありがとうございました。ギャルタコも多めで、じゃあ送りたいと思います。
ギャルタコギャルタコギャルタコですよ。じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位ルドンさん、ありがとうございます。12位が12位がケイさん、ありがとうございます。11位がしんくん、ありがとうございます。10位がモンタさん、ありがとうございます。9位が渡辺さん、ありがとうございます。8位がリオさん、ありがとうございます。7位がライリーさん、ありがとうございます。6位が KP チョイギャルノンさん、ありがとうございます。5位がウシーさん、ありがとうございます。4位がダイくん、ありがとうございます。3位が横道にされた男さん、ありがとうございます。2位がももじさん、ありがとうございます。そして1位はかおやんさんです。ありがとうございました。スペシャルギフトありがとうございました。はい、今日も最後まで見てくださりありがとうございました。今日はのちゃんのギャル化計画でした。見てくださってありがとうございました。そう、ちょっといろいろとねグダグダしたところもあったんですけど、見てくださった方ありがとうございました。はい、まだフォローしてないよって方はフォローお願いします。またメール送ります。ありがとうございました。そう、方もね、方もねバイバイしようね。そう、ありがとうございます。かわいいね。うん、はい、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。すごい変わる。じゃあね、元気になる橋、やったやったぜやったぜ、ありがとうございます。バイバイ。そう、ここね、かわいいですよね。はい、バイバーイ、したいと思います。バイバーイ、さよなら。